ますにぎやかにお届けしてまいりますよ。この後はシアドラゴンズ2022とシアドラキッズによるダンスパフォーマンスです。今日の出演はシアドラゴンズダンスレッスン四日市教室の皆さん、四日市教室の皆さんはおよそ35名、3年ぶりの登場ということになります。そのために一生懸命してくれました。ぜひ皆さん温かい拍手手拍子で一緒に盛り上がってくださいね。行き過ぎちゃったかな。さあ整ったら参りましょう。シアドラゴンズ2022シアドラキッズでランドスケープ。